はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、先日開催しました今日はパンの日のオリジナルテレビ、こちらですねのプレゼント企画当選発表をコミュニティ内で、ね、テキストだけでね発表しようと思ったんですけど、最初100人ぐらい来たらいいなみたいな話してたんですけど50人来るかなとか100人来るといいなとか言ってたんですけど、なんか蓋を開けてみると、金曜日で締め切りさせていただいたんですけど、総勢と619名の方にご応募いただいて、すごい予想以上にたくさん応募してくださって、本当にちょっと嬉しくてね。で、しかも応募してくださった方ちょっと分かると思うんですけど、ニックネームお名前と、あとメールアドレス、あとそれとあとなんかちょっと一言あったらコメントくださいみたいな感じの欄を用意してたんですけど、ほとんどの方がねコメント書いてくれて結構長文で書いてくれてくださった方とかもね結構いらっしゃったんで、ちょっとなんかコミュニティでねテキストだけで発表するのもちょっとあれだなと思ったんで、ちょっと応募の方ありがとうございましたっていう動画を作ろうかなと思って動画にしたっていう感じですね。いや、びっくりしましたねアンダーに来るとはと思って本当にコメントも全部読んでね。そうですね、コメントも一応全部読ませていただいて、本当ねもうちょっとね泣きそうになる泣きそうになるようなコメントとかも泣きそうになるようなコメントもいただいて、もうね全員にあげたくなっちゃいましたねもうみんなにあげたいのででもちょっと数がねそれだけは用意できてないので、今回はちょっと本当にランダムに選ばせていただいたので、その50名様にこちら手ぬぐいプレゼントさせていただきます。で、当選者の方は、この動画で一人ずつ発表するのはちょっとあれなので、この動画が上がった後、15分ぐらいですかねにコミュニティの方でテキストで当選者の発表をさせていただきますので、そちらでご確認いただければなと思います。で、ちょっと皆さんニックネームで応募していただいてるんですけど、多分ちょっと2回言ったニックネームの方多分いらっしゃると思うんで、ちょっと私じゃないかなっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、一応当選メールを送らせていただきますので、それでもう確実な当選っていう発表という形にさせてもらえればなと思いますので、じゃあその当選発表の方を楽しみにお待ちくださいということで、次は2万人ですかね、なんかプレゼントやってするのが2万人か5万人か5万人の時とかにまたプレゼント企画ね、パンの日のグッズがどんどん増えていくといい ね、何かしらご用意できればなっていう感じですかね、ということなんで、これからも応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。